大分県日出町豊岡の小高い丘の上に立つ大山積神社は、町内でも最も古い神社の一つであります。大化4年、村長の夢の中で長寿庵の山腹に御神火が現れました。村人と一緒にその方向に行ってみると、巨大な石があったため、その下に祠を建てて産砂神とし、石権現と呼ぶようになりました。大山積神社本殿の後ろには、見る者を圧倒する巨石が御神体として祀られています。その巨石には馬の足跡のような大小無数の穴があり、神の霊が白馬に乗って降り立ったという伝説が残されています。江戸時代、大山積神社は森藩来島家の領地となりました。鳥居が立ち、神社の石垣は寛政年間に来島家による支援のもと3年がかりで改修されたといいます。整然と積み上げられた石垣、武者返しともいえるその反りは、あたかも城の石垣を彷彿させる見事な作りであります。